はい、お互い怪我人が、いる中で本当に厳しい試合だったなと思います。でどっちが勝ってもおかしくない展開だったと思いますし、その中で、このアウェーの中で、選手たちがディフェンスしっかり我慢しながらファイトして最後勝ち切れた、そして今季初めて連勝できたこと非常に、嬉しく思います。本当に長崎さんも素晴らしいファイトだったと思いますし、秋田の選手たちも本当に素晴らしいファイトだったと思います。以上です。ありがとうございます。質問の方いかがでしょうか。長崎新聞の岡田です。よろしくお願いします。お願いします。改めてベルカの守備面を振り返って、なんか苦戦された部分ってどういうことですか。めちゃ苦戦しました。長崎さん本当にいいディフェンスしてて、ピックアンドローのショーのところだったり、ボール前に対してのプレッシャ ー、昨日はファールがなった分僕たちちょっと弱くなって、前半本当に向こうの煽りを受けたというか、っていう中でなかなか攻略できなかったっていうのがもう本音のところです。はい、でその中で、最後インサイドを攻めたところは非常に大きかったなと思ってるんですけど、難しかったです、攻略するのが。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。大丈夫ですかね。はい、ではこちらで終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。